アレックスのマイベストチーム発表します。まずはシステム4231、ゴールキーパー奈良崎、僕の止めた PK です。2番はカジ。カジはフィジカル、守備力ともに強い、技術もあった人。3番は中澤、ヘッディング強い、チームのリーダーだった。4番はトゥリョ、守備力、攻撃力、ともに高いです。6番は左サイドバック、サントス、左足の攻撃力強い、ドリブもうまいし。2ブランチは小笠原、ピッチでの戦いの全部が見えている。5番はロベルト、オイタにいたボランチ。ホベルトはフィジカルが強く、守備範囲は非常に広い。7番は中村俊輔、プレイヤー、左足のプレイヤー、素晴らしいだなってずっと思ってた。10番はフランサ、フランサはサッカーの天才的なプレイヤーである。11番高原、プレイヤーが日本人離れしている。1番前は12人フロンタリーの人、俊足でゴールに対する執念非常に強い。以上です。